山口誠也チャンネル始まるよ。じゃん。はいはい、どうも山口誠也、それからおい、どうもひろきです。あ、ちょっと画面が明るいっすね。ちょっとか暗くさせていただきます。ってことですね。はい、皆さん前回の動画は覚えていますでしょうか。あの、ひろきさん原付きのお知らせってことでね、なんかあれですね、あの原付きの試験を受けていますっていうなんか話から始まったんですけど、まだ明るいな。はいね、あのとりあえずね、今日無事受かることができたみたいなんでね、とりあえず免許証を見せてもらいたいと思います。まあ、住所とで名前とかは隠してもらって、はい、こんな感じで撮りました。ちょっとうざいですね、やっぱ俺。はい、まあネタ動画は昨日もネタ動画やってないんですけどね。まあ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 、まあ YouTube はね、まああくまでやりたいことをやればいいっていうことなんで、まあ別に何やってもネタなんでね、所詮は。はい、で免許をね取ったっていうことですね。なんでね、多分これから出演機会が増えるのかな、これで。とりあえずひとまずは、あとはね、まあバイクを買うか買わないかはね、あなたのあれなんで、判断なんでね。まあどうなんでしょうかね。うん、今日なんかバイクにも実際乗ってるんでね、講習でね、まあ乗るでしょうって思うんで。うん、どうでしたか、その感想。乗った時は本当ね、しんどかった。どんな感じでしんどかった。皆さんも原付出るときの講習、本当に気をつけてくださいね。多かったです、うん、正直。まあ僕はもう実際下に原付ありますからね、アパート。あれね、僕のバイクはね、60キロまで出るんですよね、あの原付バイク実は。うん。って感じでね、まあ今週、山口誠也 T シャツを土曜日かな。ぐらいにちょっと、まずちょっと問い合わせてみて、電話して、まあ、10着ぐらい作れるかどうかを聞いてですね、それでそこの店に行って、ちょっと、生地を来店、来店じゃない、生地をちょっと、見せると、その、お店の人に。それで10着分の僕のT シャツを作ってもらいたいですね。それから、まあ、あれですね、販売オフ会とか。そういうとこで、まあ、2000円で販売したいなって、思ってます。まあ、昨日も言ってあるんで、まあ、何度も同じことを言うなって思う方もいると思いますけども、まあ、そういう話です。はい。まあね、ひろきさんが免許取れたってことは、まあ、今後もね、動画も出やすいと、出られる回数が増えるという感じですね。先週はね、お休みさせていただいてるんですけどもね。まあ、彼の免許のね、勉強のために、まあ、先週は休ませていただいてます。はい。やっと取れて、すごい良かったですよ。もうこれで解放されたんですよ。うん。とりあえずあとは、まあ、バイクを買うか買わないか。そして、バイク買ったら、まあ、バイク保険なんかもいろいろとありますけどもね。はい。ね。そこはまあ、当たり前な話です。車にも保険はありますから。毎月毎月その支払いもあるのでね。うん。早く大阪の他に行きたいな。リスナーさんにがきっと待ってくれるぞって思ってんだい。まあ今日 YouTuber の T シャツ着ながら撮影してますけど。はい。まあね、芝優さんはもう綾南さんとね付き合ってて、今東海オンエアの方にはいないんですけどもね。うん。僕も入りたい。入りたいですね、東海オンエアに。そして、虫眼鏡と並びたいですね。虫眼鏡。夢丸さんとか。フィッシャーズでいいんじゃない？フィッシャーズもいいです。禁断ボーイズ。いいですね。はい、という。アバーティーズ。今日はその辺の、今日はそういう動画でした。とりあえずね、大阪オフ会。日程はまあ7月って決めてたいですね。決めたいですね。うん。なんかもう7月、8月って言ったんですけどもね、早くて7月ぐらいに、もう
行いたいですね。あとはね、まあ、うちのお父さんと、ちょっと、日程を調整しなくちゃいけないな。土日休んでもらわなきゃいけないっていう感じなんでね。一泊二日で大阪旅行で大阪オフ会したいなって考えております。そして道頓堀に行けばね、まあ、いっくんのね、LINE ライブを見たんですけどもね、大体道頓堀に出現してるみたいですね。大阪の。だから、道頓堀におれば、禁断ボーイズさんがいるかもしれないっていうわけですよ。うん。なんでね、まあ。禁断ボーイズで話したいのは、やっぱ、いっくんと田中さんですね。まあ、あと、僕はね、あれ、ジョーさんにも会いたいんで、ジョーブログのジョーさん。うん。大阪にいるみたいなんで。竹明さんはまあ、わかんないですけどもね、どこにいるかどうか。そして、モーリーいじる。モーリーをいじる。まあ、僕はメサイアさんをいじりたいです。はい。僕は禁断ボーイズのファンなんで、これからもよろしくお願いいたします。ってことですね、X-Void 2じゃなくて5ですけどもね、免許を持っているメンバーがこれで一人増えたということでね、まあ、よろしくです。はい。ってことで、コメントもよろしく。チャンネル登録もよろしく。ってことで、山口誠也、それから、ひろきでした。イェーイ。はい。じゃあ、また、明日の動画見てください。それでは、バイバーイ。ガンジャンジャ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 。真夜中に、真夜中に、うさぎが、やってきて、暗いとよくわからない人にも気づかれない、だから夜はわからない。